安全帯しとったら俺もうほってのこられたでな。ビビっとったら本当突き落とされたんだもん。10メートルの下の砂利のとことかにさ。お疲れ様です。今日は職種別でどんな仕事がまあ稼げるか、まあそんな話、外部っていうか外からだよね。実際の一般の人から見て僕らの職種っていろいろあるじゃないですか。建設業って言っても、でまあコンビニであっても何の職種かなんて分かんないかもしれないですけど、まあ実際にじゃあどういう風に稼げてるのとかどんな特徴があるのか、まあ外部から見たらそうだよね。で内部から見て実際に職人さんでもじゃあ塗装やってたら足場の職人さんってどうなんだろう、シーリングの職人さんってどうなんだろうっていろいろ思うと思うんだよね。まあその辺をちょっと今結構細かく分解してみたんで、ちょっといろいろ話をしていこうと思います。ぜひみんな面白かったらね、まあチャンネル登録といいね。最近ちょっとセミナー近い入れてるでしょ、ちょこちょこ出す。まあ不定期なんで、特にチャンネル登録してないと表示されないし通知来ないから、ぜひチャンネル登録してもらって、まあ最近ねアシスタントもついて建設業、まあ、建設業のもうちょっと外までやろうかなと思ってるんですけど、結構詳しい内容をアシスタントと一緒に、まあ、細かく作って、結構時間かけて一つ一つの資料を作って、ちょっとね、充実したもの作ろうと思ってますんで、ぜひチャンネル登録して、他の動画も見てください。はい、じゃあ、まず、まあ一番気になるのが、給料の話だよね。業界別、まあ特にうちは足場、塗装、まあ防水、シーリングだよね。防水シーリングの職種が、まあ実際に日給月給で人を雇ってるんだけど、これ面白いなと思ったのが、足場、塗装、防水、足場424万、塗装314万、防水412万。塗装がもう全然断然低いんだよね。まあ俺これ一つは塗装って独立することが多いのかなとか。で、あとはその若い頃、ほんと結構今でも聞くけど、塗装の職人さんって給料6000円とか7000円とか昔からね、まあ俺らの時代もそうだったんだけど、俺も一応飛び鍛冶屋かな、飛び鍛冶みたいなね、鉄骨触るような仕事をしとったんですけど、給料確か俺7000円かなんかからスタートしたかな。16、7でね。で、じゃあ1年、2年働いても多分ね、確か9000円ぐらいしかならなかったと思う。で、その時ってバブル、の時だでね、バブルが、まあ終わってないな。もう、まあ最後の方だったんですけど、もう行って俺らの同級生、なんか他の職種、あんたがなんか変な職種だったら1万2000円、3000円もらっとって、本当に俺が16、7の時ね。だでもう20年前じゃないな。25年、6年ぐらい前なんですかね。だで、お前らいいなとか言ったんですけど、俺なんかほんで年の3分の1ぐらいさ、出張行ってさ。まあそんなところだったんですけど、塗装の職人さんってどっちかっていうと今でもそういう考え方あるでしょ。修行してんだからあんまり給料上げないみたいな。ね、6000の働きしかできんやつには6000しか払わんみたいな感覚がある。俺はもうちょっとそういう感覚がないんですけど、まあその1万円、最初にまあ9000円でもいいんだけど、9000円上げて、まあ、最初5000ぐらいしか働きしかできんじゃないですか。だけど、まあまあ、ええわ、1年続きゃ、今度はね、そいつが、お金産んでくれる金の卵になるかもしれんって思って、まあ人育てだもんね、この商売って。だけどまあ10人に1人育ってこんけどね。本当にね。ほぼだね、無駄銭じゃないけど。まあでもその10人に1人が孵化してね、大きくなって、今リーダーやったりね、悪いことしかできんかったやつが、現場の責任者やったり、ね、いろんなことで動いてくれとるんで、まあ俺は、今の会社があるのは、まあそのおかげも一つだろうなって、給料が良かったっていうのは、ね、まあ、その上がってきたらその分、じゃあ1万円でお前できるようになって、ちょっとできるようになったらもっと給料上げてくださいって言いに来るもんね、あいつらもね、今の子たちは。だけど、お前、アホかって言って、お前の今のその9000円は、お前、投資やぞって、ちょっとできるようになって、お前2、3ヶ月に何上げてくれればやろうって言って、怒ったことはもう、1回、2回じゃないな。まあ、10回どころでもないな。なんでやっぱ塗装の職人さんって少ないんかなって、まあ、全然違うでしょ。で、まあ、他の職種もちょっとね、見てもらうと分かるんですけど、土木作業員350万、配管工385、佐賀屋さん350、電気350、板金400。なんで、これで見ると、防水足場って多いんだよね。これ、うちの平均取ったんじゃなくて、データを調べてたでね。発表しとるデータ、俺が言ってる数字じゃないからね。そうすると、足場とか防水って、まあ、この8業種に限ってですけど、その中で見ると、結構高いよね。ただ、塗装の職人さんって、これ少ない。まあ、ただ一人親方になったらもう給料じゃないから、独立するのも早いとか、まあ、そういうのも作用してんのかなって。まあ、ちょっと一つ気になったら、酒屋さん。酒屋さんってむっちゃ給料高いイメージじゃないですか。ただこれだと350万になっとるんで、なんだろうなと思って、やっぱり独立するのが多いとか、あと左官もそう、塗装と同じで、やっぱ、最初の方って使い物になんないから、現場でね。だからやっぱ給料がスタートがやっぱ安いっていうことをちょっと、
言ってたかな。これ調べてもらったからね、アシスタントに。業界別でまたちょっと違うデータが出て、これ面白いなと思ったんですけど、ゼネコン関係のまあ下請けによってそこの従業員で働いてる人たちと、まあその他ハウスメーカーとか工務店とかか、まあそういういろんな会社のね、まあその他大勢だよね。ゼネコンってまあ何社何十社とかしかないと思うんだけどさ、その下請けでやっぱ働いてる人の給料が全然違うんだよね。まあ、これも出てんのかな、445の420万、25万違うって結構違うで。年間2万円違うって、1日1000円か。まあ1000円から1500円ぐらい違ってくるのかな。そう考えると、やっぱゼネコンってまだまだ今でも金出てんのかって、単純に下請けの考えでね。いやしい考えで。やっぱ、俺はもうゼネコン、大きいゼネコンにね、まあ今この自分たちのクラスで行きゃ、まあ直接縁、ね、名義人になってっていうのはまあ多分今の時代難しいしさ、まあその今もともとね直接下請けのところが起こっちまうもんで、仕事が減ってってる最中にお前何新しいところで飛んじゃって、まあいろんな入り方はあるもんで、入ろうとも本気で入ろうとも入れると思うんですけど、やっぱまだゼネコンって言っているんだなって。ゼネコンとまたお客さんも大きい超大手の一部上場企業とかそんなやつばっかじゃん。だから一定まだお金って出てんだなーって。まあ民間って俺らって本当にさ、まあ一般のお客さんも高い高い塗装って言うけど、いやいやいや、ゼネコンの下請けやってるやつに見積もり取ってもらったら本当びっくりする値段出してくるでねっていう世界じゃないですか。俺はもう値段も、俺もたったね十数年この業界におるだけだけどね、俺はもうその中でもだいぶ値段叩かれて、俺なんか最初やり始めた時、あいつんとこは安い安いって言って文句言われたんだもん。だけどさ、これ全部自分のところでやるんだもんね。まあ、安いわって。まあ、舐めんじゃねえよって思ってやってたけど、今はもう逆にうちより安くしてとかさ、品質も下げとると思うけどね。コスト努力してないのに下げてるから。うん、まあ、そんな時代にやっぱゼネコンってやっぱ強いなぁと思いました。うん。まあ、ほんで、ちょっといろいろ解剖していくとちょっとあるのが、やっぱ独立しやすい。今一番聞いてる中でみんなちょっと一番興味があるのが、独立しやすいとか、まあ、そんな世界だと思うんだよね。で、俺は一つ、やっぱ、塗装の職人が一番独立しやすいんかな。だって、塗装屋さんでさ、そうそう。じゃあ塗装と防水って給料100万ぐらい違うじゃないですか。で、足場っていうのなんとなくわかるでしょ。その3つね、他のものはちょっと俺わからんだけど、足場は結局やっぱ材料持たなあかん、トラック持たなあかん、一定手間受けでもトラックぐらい持たなあかんし、やっぱ独立って難しい。で、あと人数がいるでしょ。一人で足場やります、下請けやりますってなかなかできん。下請けでね、まあ常用で入るぐらいやったらなんとでもなるんだろうけど、まあそういう中でその、やっぱ防水と塗装って、どっちが独立しやすいのですよ。俺、塗装だと思うの。同じような、まあ、道具とかそんなにね、値段変わんないと思うんだけど、どこが違うって、やっぱ防水の下請けやれる会社って、まあ、そんな行ってないじゃん。だけどさ、塗装のその、元請けの話ね。防水を、まあ、じゃあお客さんからこうやってエンドユーザーから俺が取るとこって、まあ、そう、愛知県にもそう何個もないじゃないですか。まあ、10社20社じゃないと思うんだけど、リフォーム会社とかいろんなとこ取るから。でもそういうところに、ちょっとある程度のこう、シュッて入れなあかんじゃん。まあもちろん飛び込みで塗装っていうのは結構営業マン、一営業マン飛び込みみたいなやついっぱいあるでしょ。例えば小林塗装って言って一人で名前して飛び込みだけやって仕事取ってきて、まあ2、3人の下請けにずーっと振ってるみたいな。で、そういうところのまあ防水も、まあ取ろうともや取れるんだろうけど、量少ないじゃん。行って。あの、戸建ての防水なんか知れとるでしょ。ベランダとかぐらいじゃないですか。まあたまに屋上防水あるけど、そんでもたまにだもんね。10件に1件ないでしょ。20件に1件ぐらいになってくるのかな。だから防水ってね、やっぱどうしてもある程度やっぱチーム力とか、そう大きいところに入れるようなチーム力がないと、一個人ではとてもじゃないけど、それと戦っていけんと思う。で、大きいところの方が材料仕入れが安いとかで、多分強いじゃん。言ってうちでもそうですよ。ちっちゃいところに頼んだ方がいいんかって言うと、いやいや、そうでもないと思うよって。だって、ちっちゃいところに頼んだら足場外注、シーリング外注、それか、シーリングなんか塗装の職人さんがチュッチュッてやっちゃうレベルでやっちゃう。だけど、俺だって足場も全部やれる。で、シーリングもやれる。塗装もやれる。足場の材料も持っとる。で、塗料は絶対的に安く入る。で、管理コストもね、規模があるから安い。そりゃそうだよね。10人の会社でも事務員1人だけど、ね、20人の会社でも事務1人じゃん。まあ、うちはもっと人数が多いもんで、何人もおるけど。まあ、そうなると、俺は、規模が大きい方が強いのかなって一つ思いますけどね。で、まあちょっと他にちょっと一つ何個か挙げるとしたら、まあ防水稼げるよねって、まあただ今後これ一つ話は、まあ防水これいいチャンスだなと思うのは、なんか屋上緑化っていうのが今めちゃくちゃ流行ってるらしいんですよ。で、まあそういうのがあるから結構防水需要っていうのは今後高まってくるんかなっていうのは、まあ一つ挙げられるらしいね。じゃあ続いて、まあ、足場塗装、シーリング防水ね、があると思うんですけど、まあ、それぞれの特徴。まあ、これ自分でやってる職種の人たちは分かってると思うから、ちょっと飛ばして、早送り3分ぐらいしまったらいいと思うんですけど、
まあ足場からまず行こうか。じゃあ足場ってどうなのっていうと、まずもうさっきも言ったようにチームで動かんと動けないよね。でトラック持たなあかん、材料持たなあかん。でも手間受けっていうのがあるから、トラック持ちハンマー一本でまあやれる職種だけど、ただもう若い時しかできんよね足場って。本当に行って40代前半とかぐらいまでじゃない、ピケってあのハンマーの勝ち込みのやつはね。ただ枠とかは結構すごい大きい現場になってくればなるほど段取りあるから、まあ枠だけじゃなくてピケでもだよね、あの勝ち込みでも大きい現場になると重機でいろいろ段取り組んだりとかね、現場の工程組んだりとかで、まあ職人のもう一個上のね、管理的なことが必要だから、まあそういう職種ではあるかな。だけど、戸建てをやっとるような職人さんは本当にきついと思うね、40代入ってくると。まあそこはちょっと出口を考えていかなきゃいけないのかなっていうのは、まあ一つ思います。じゃあ塗装は、じゃあどんなのって言ったら、塗装はね、俺一番まあおすすめなんだわな。何って言うとやっぱ塗装ってさ、まあ俺見てて思うんだけど、一人でもできるし、まあ複数人でもできるじゃん。で、一人が良かったらやっぱ戸建て一人。だってうちの職人さんもそう、俺はもう絶対に一人でやりたい。誰にも触らせたくないって言う人結構多いんですよ。自分の家を自分で塗りたい。結構うちはいい職人さん逆におるね。で、一人親方が集まっとるからね。だからもうバリバリの子たちばっかじゃん。で、うちは本当にもう10年以上の選手めちゃくちゃおるから、うちに働いてたよ。働いてんのはもう20年、30年の人たちが、まあ、うちでもう専属だから、うちは。ある時だけお願いします。で、じゃあよそとかいろんなところ行って、職人さんって。で、また今ちょっと現場あるけど頼める。ああ、今ちょっとよそ入ってんですわ、じゃないから、うちは。もう入ってもらったらずーっと現場、もう何日の終わるのもう全部見越し、ここ10日ぐらいで終わりますね。ここ10日で終わりますね。ここ15日で終わりますねって。もう次から次にもう現場が決まっとるから、その人がもう。もう今でも暇だ暇だって言っても、次の次ぐらいまでは現場決まっとるからね。1ヶ月2ヶ月ぐらい先までは。まあそういう中で、塗装の職人ってある程度選べるしね。年取ってもやっぱ稼げるよな。塗装は技術があるから。まあもちろんスピードは落ちてくると思うんですけど、その中でもやっぱ塗装って俺稼げるし、俺裏いいなーって。で、若い子育てたらますますいいじゃん。俺はだっておすすめかな。防水。最後防水だけど、まあなんか塗装でちょっとエネルギー使いすぎちゃってあれですけど、まああんまりちょっと尺がなくなっちゃうとかあるんですけど、防水はね、まあ俺難しいし、やっぱ量が少ないから、絶対的に。まあただその屋上緑化とかで、今の人数によって、手は増えてってる。だからまあチャンスもあるんかなと思うけど、やっぱ大きいところに食い込むとか、まあそれが大切な職種になるからね。まあもちろん部分的にはちっちゃいところが頼まれてやってる人たちもおるかもしれんけど、じゃあ毎日ないじゃん。一人親方、一人の営業マンが飛び込みでやっとるような会社に、塗装の職人はね、そんでも二人三人くっついとって常時仕事あるような感じだろうけど、防水なんかないじゃん。月20件30件あるところでやっと、二人とか回るぐらいでしょ、防水って。だそう考えると、もうちょっと大変なのかなっていうのは思うね。あとはやっぱ、まあ、一つは、これも、こうメモ書いてあるとちょっと俺読まなかった。まあ、確か俺が言ったと思うんだけど、防水の職人って芯なんか強いやつ使うでしょ、あの 99.9% みたいなやつとか。で、なんかちょっと頭おかしくなるやつが多いのかなって。まあ、うちはそんなことないんですけど、なんかちょっと防水の職人さんってちょっと、なんかわからんけど、まあ、防水の職人さん失礼ですけど、まあ、みんながみんなじゃないよ、もちろん。ちょっとね、でもね、やっぱ純度の高いものを扱っとるから、シンナーが。まあ、これはもう、あくまでもあれだよ。まあ、全員が全員じゃないですからね。で、続いて、まあ、じゃあちょっとこういう業界的な、その細かい話をしたんですけど、じゃあ建設業って、じゃあこれから本当どうなるの？で、よくまあコメントで書いてきてくれる人もおるけど、もう建設業なんかもうなくなると。もう IT 化が進んで仕事がなくなるっていうんですけど、まあ、反論じゃないんですけど、一つ俺はすごく感じているのが、俺の考えだけど、まあこれわかんない。これ、その、別に俺は未来読める人でもないし、経済学者でもないから、ちょっと難しいことはわかんないんですけど、一つは、産業革命なんていうのはもう何十年も前から起きとるわけじゃないですか。だって建設業もそう、俺も十何年前から俺もおるから、じゃあ十何年じゃ、二十何年だよね。16歳からずっとこの建設業界。おるし、いろんな会社も行ってきてるから、もうわかるけど、そんなんもどんどん良くなってきてる。で、今、おる子んたち、今の時代の子んたち、あ、もうこんなの道具あんのとか、安全靴でもそうじゃん。もう本当にこんな、俺らの時はその、安全旅とかもなかったからね、マジで。だけど今安全旅ってもう絶対になってきてるし、ヘルメットの中のスポンジもそうだよね。で、どんどん業界が変わってきてるし、現場の作業の方法、で重機とかもそうだよね。ちっちゃくて強いやつってほんと出てきてるから、どこでも重機が入るだとかさ、いろんなことが、変わってきてるよね。だけど、IT って違うんだよね。まあ、スマホだけじゃない。まあ、インターネット、ウェブだけど、じゃあ IT で職人さんの仕事がなくなるっていうのはちょっとないと思うんですよ。
だんだんはなくなるっていうか減ってきてる。だって今でも減ってきてる。もちろん俺らの時代の飛び職さんって本当にもうネットもないところで仕事をして安全帯を休まなんかねえんだから。安全帯しとったら俺もうほってのこられたでな。お前何安全帯しとるんだっていうか、安全帯ついてなかったわ。みんなその、星の差し一本で上がってって、ビューって、うれーってってやっとって、安全帯もうビビっとったら、本当突き落とされたんだもん。10メートルの下の砂利のとことかにさ。まあ、そんな世界で俺も職人やっていいだから、まあ、今が当たり前だから別にいいんだよ。今が悪いとかいいとかじゃない。昔はそうだったと。でもただ20年後、10年後、また今のやつはこうだ。ね、昔はこうだったって言って話があるっていう世界で、その世界がどんどん変わってきてるから、これがね、この世界の成長がピューってなることはないと思うんですよ、IT で。俺はね、その革命的なものが出るっていうのはないと思う。と思うけどね、もうその出尽くしてるっていうか、まあ、まだまだちょこちょこ出てくるけど、ある程度逆だと思う。こうなって今、こうだと思うんだよね。だって、俺らの時代、ほんと高所作業者が、はもうあったけど、高所作業者ってむっちゃレンタルとかも高くて、そんな簡単に使えんかったんですよ。だけど今、高所作業者じゃないって、ポケット入れたらあかんとか、鉄骨なんかあるでしょ。そんな時代ですよね。だから、ほんと俺らはもう、あのロープ一本でぶら下がってボルト入れとったんだもん。このフランジが大きくてさ。だけど今そんなことやったらもう、その出入り禁止とかじゃないでしょ。ねえ、なんだったら、その名簿回し、会社ごと吹っ飛ばされるでしょ。そんな安全帯でぶら下がって、ねえ、ここにね、袋ブワーってロープで縛って、ボルトここに50本の50本のとこやってブワーってぶら下がってピピピピピピって。いや、でもそうやってやれって俺らは本当に怒られたんだもんね。本当だよ。もうそんなもん、何をお前、たわけたこと言っとんだ、って言って。うわっつってあのねぶら下げてあの機械のトピックみたいなのつけてやるじゃん。あのもつけてやれって言ったら本当怒られたぞ多分。まあ、だからそんな時代ですよ。どんどん変わっていくんだけど、まあ、これがなんかこうなることはないと思うんだよな。で一つそのまあ尺がちょっとなくなってきちゃってるんであれですけど、じゃあ IT とかこういうもので業界革命ってだってそのさ、これってスマホの中がさ一番みんなが感じてるもう本当変わった変わったと思ってるの SNS とかそういうもんじゃん。LINE でもそうでしょ。もう本当にまだまだ最近でしょ。だってこのスマホ、これできたの何年か知っとる？まだだって俺10年前スマホなかったんだよ。本当になかったんだよ。ガラケーだったんだよね。i モードかなんかだったじゃないですか。で、画面が、まあカラーだったけど、i モードでしょ。で、そんな時代でしょ。まあ14、1、2年でしょ、これスマホできて。で、俺友達、今で覚えてる3かなんか2かなんか iPhone 持ってて、なんだそれって言って、そんなお前、みっともねえもん持っとんなみたいな、ガラケーでこうやってやっときゃいいんだって。そんな、いやこれ音楽聴けるんだって、はっつってお前、そんな電話で音楽聴く必要ねえがやみたいな感じのが十数年前だよ。でね、LINE とかってじゃあいつできたのって SNS とかね。まあ Facebook はちょっと前からあるのかな。でも LINE ってまだ最近でしょあんな。言って5、6年とかじゃないんですか。本当に本格的に復旧したとか、そういう世界は。だからそういうものがどんどん変わってきただけで。で、そういうので管理コストは今どんどん下がってる。俺も本当にすごく感じる。13年前、14年前で、当たり前に、だってジムが何人もいる仕事が、今、LINE で1本で終わるから、俺とだって100人普通に繋がれちゃうから、そういう意味では、そういう事務管理コストは変わんないよね。だって大きいところだけじゃないですか。今でもスマホ社長が持ってないとかって、もうそれ俺致命傷だと思うけどね。じゃ、こんなんさ、事務コスト 10% 20% どころじゃないよって、半分にコストカットできるよっていうものを使ってないって、俺致命傷だと思うよ。だって俺たち事務所にいなくても、ずっと絶えず誰がどこの現場に行ってるかももちろん知ってるし、全部見れるんだもん、携帯で。そんな時代で、そういうものが変わってくるのかなって。で、あとは、例えばウェブカメラが現場について、まあね、5G とかあるじゃないですか。そうするともう、フルフラットで現場がね、カメラが動いてるんで、そこにコンピューターも全部、まあ 5G みたいなのだったら、入るよね。そうすると、あって、あそこは危険ですとか、もう何千件の現場のデータが入っとって、もう、ピピピ、あそこは危ないです、あそこをね、ネットめくっちゃったから戻しましょうとか、そういうのとか、あとはなんかよく言うのが、メガネについとってね。例えばメガネがついとったらさ、まあ、鉄骨なんかやってる人わかるけど、柱立てたとか、まあ、貼り付けたら、ま、逆だったってね。で、またその、はっさらかわけじゃん、ごっつやつ。ランプもかけてね。で、そういうのがもうメガネで全部さ、ぺーって、下から上上がっとる間にピーってやっとったら、もう全部ピーピーピーって、これはここです、これ逆です、これこっち向きですよって、もう全部メガネで出るとかさ、そういうものが出てくるのかなって、便利になるものは。で、例えばコードもそうだよね。100箇所、200箇所にこの電気屋さんがピッピって刺さらないやつが、ピッピッピってこれはもうどこです、ここですって全部目に出てくるとか。で、仕事がどんどん簡単になっていくのは、そんなもう何十年、まあ、俺より先輩の職人さんだったら分かっとるでしょ。本当に20年、30年前の時は、本当の職人時間も仕事ができんかったものが、道具が発達してきて、機械が発達してきて、IT が発達してきて、まあ、誰でもできるわけじゃないよね。やっぱ塗装もそうだけど。でも簡単にはなってきとるじゃないですか。一つ、俺は本当に思うのは、これね、外国人実習生って今どんどん入ってきて、まぁ、ちょっといかんな、また喋りすぎなんですけど、ちょっと最後に一つだけちょっと言わせてください。これだけちょっとどうしても言いたいなって。
深刻化してるじゃん。もう本当に人がいない。全然いない。職人さんがいない。いないから外国人実習生が来とる。で、それに対して俺らの仕事がなくなる。おっきい話ね。まあ、その人たちには深刻な問題かもしれんけど、俺それでいいと思うんですよ。何っていうのは、やっぱり日本人って俺さ、やっぱ世界中行ってわかるけど、日本人ってやっぱ教育をすごい受けてるから、行って俺らも中学校当たり前に出て、勉強して漢字も読める、字も読める。やっぱ計算、足し算、引き算、掛け算できる。でも世界ってそれ当たり前じゃないんだよね。本当に。うちの実習生、それ当たり前じゃないんだよね。英語がわかんない。その簡単な英語がわかんないっていうのが当たり前じゃないんですよ。世界的に一つの、まあ国として見たら、国同士が喧嘩しとろうがないしょうが、経済一つで見たら、俺必然じゃないのかなって。そのまあ失礼な言い方したら、その、俺らがもともと若い時もそう、やっぱり中学校行って、中卒だったからまあその建設業入って、でも、もちろんじゃあ、その人たちでももう今どんどん IT とか仕事が増えてるでしょ？いろんな仕事がもう今昔はなかったはずだ。そのスマホの開発もアプリの開発もね、Uber Eats みたいなやつもないわけじゃんね。で、そういうのがどんどんそっちの、だって最先端、世界的に最先端なことをやることに仕事が増えてきてるから、そっちに給料高くてもこっち来いって、これ今からこれ世界を取って大切なことだからって、やっぱ人がどんどん入っていっちゃうから、建設業に人がいなくなるのはそれ当たり前だと思うんですよ。で、まあ世界からもね、今 Google とかああいうところなんかだって日本人は優秀じゃないって言って、もっと海外には優秀な人がおるって言ってね、アメリカとかああいうところは、まあ取るって言うけど、まあ日本も行ってそんなじゃ、まあ1番2番3番とかじゃないんかもしれんけど、まあある程度優秀なわけじゃん。その東南アジア系でいやね、一部のトップ層はめちゃくちゃ頭いいとかなんかそういうのは聞いたことあるんですけど、で俺そういう中で俺本当にさ、最近めちゃくちゃ思うのは、これだけ本当に言いたいなと思ったのは、建設業ってやっぱ俺世界って本当に思うんですけど、日本のレベルってめちゃくちゃ高いんだよね。で俺ってもうその中卒で別に勉強うんうんじゃない、でももうなんか全部わかるわけじゃないですか。あのミッチーでもあのインパチナンパチナンパチとか言ってなんか全部頭に入れて仕事をその体で、そして日本人って本当に真面目だからきちっとやってきて、品質、技術っていうものが本当に高いから、俺、ね、外国人実習生来て、俺本当に日本人の職人でやってくるなら絶対未来ないよって言って、俺、うちの社員っていうのは外国人使えん。もう俺は日本人だけでやりたいって言ってんだったら、まあお前ら多分未来ないぞって。で、そこで1万5000、6000、7000、8000、2万円払うのは多分無理って。でも実習生とかね、これから学びたい子たちが来て、給料安い子たちが来て、その子たちを上手に使えるなら、俺は稼げる職種だと思うよって、よく言うんですけど、そういう今時代の流れに来てるから。実習生ってどんどん今3年から5年になって、5年から7年になって、8年になって、10年になってって来てるから、そういうタイミングで今、そこにおるっていうのは、すごいチャンスだと思うんですよ。で、これ進んだら、本当にこれある程度実習生が一巡して、世界的に動けるようになったら、俺世界にこれ、今度は建設業を輸出するときじゃねえのかなって。だって日本に誇る技術だもんね、これ建設って。まあもちろん ODA とかでもフィリピンとかでも橋とかはね、大成建設が作ったりとか、まあもちろん言ってんだけど、じゃあそこで働く日本人っていうのが絶対的に不足しとるんですよ。日系企業に。日系企業ってもう建設企業あるんだよ。世界中にあるんですけど、そこで働く日本人っていうのがもういくらでも足りてない。だから日系の俺らがバーンって下請けまで入ってったら仕事なんぼでもあると思うんですよ。だから俺これからもう本当にそういう時代じゃないかなって。まあ一つちょっとそれは伝えたいなって。で、さっき言ったね、350万、400万なんか比じゃないほど稼げると思うし、必要なことだし、世界的にね、これで日本の技術が、インフラがさ、世界に広がったら、貧困とかああいうのにも影響してくるわけじゃん。だって俺絶対にいいし、やりがいがあることだと思うけどな。で、チラッと、まあ、もう一個だけ喋らして。もう一個だけ。経済が発達した建設業のその実習生の流れは今がチャンスだけど、これどんなことにもそうなんですよ。足場もそう。ピケ足場ってまだ行って10年、十数年で何メーター以上上げていいってなったでしょ。で、その時期からやっとる人、その時期よりちょっと前から仕込んでやっとる人って今みんな大成功したんだよね。だから、この波に乗る、一生懸命働くっていうのも大事なんですけど、その波に乗る。だってこれ、究極や、今からじゃあ、塗り替え道場作りたい、塗り替え道場と同規模で、ね、愛知県でやろうと思ったら、もう厳しいわけじゃん、先に俺がおるから。だけど、ピケってもうね、もともと何メーター以上上げたら感じたから、そんな少なかったのに、急に何十メーター以上上げていいみたいになったから、足りてないから、もうどこも仕事がもう、人が出が足りん、チャンスだらけじゃないですか。YouTube でもそうでしょ？俺って、まあ建設業で早めにやったからやっぱ伸びた。俺がなんかうまいこと喋れるっていうよりも、どっちかっていうと先にやった。で、もちろんだって YouTuber っていうのもそうじゃないですか。だってもう今からは遅いよっていうように、波に乗った人って本当に強いと思うの。で、俺も YouTube ってたまたまそのジャンルの中では早かったのかなって今思ってるんですよね。だから今いい流れに乗って今、ね、チャンネル登録者も増えて。で、俺もまたそのチャンネル登録者が増えたことによっての成長ってあるじゃないですか。もっと、じゃあこういう品質上げようって。だから、他の建設業のやっぱ YouTube 見てても、ああ、レベル低いなって、まだまだだなって、やっぱ、
思うのは、やっぱまだそこの階級で戦ってるから、まあやっぱ次の階級に行けてないなーっていうのは見てても、まあもちろん成長していくんだろうけどね。うん。なんで俺もこれから本当建設業って逆にむちゃくちゃ明るいな。輸出できるんだもんね。うん、で絶対に乗っ取られることはもうない海外に、うん、やっぱベトナム人とかフィリピン人とか、まあ日本実習生来とるけど、じゃあこの子たちが20年30年働けるって言ったら大事だけど、日本語とかもやっぱすごい大事だし、やっぱり日本の技術、日本の職人さん、あのスピードとかはね、若い子たちはよう動くなるけど、やっぱ段取りとかそこまでやったら本当に現場の仕事って10年20年で覚えれんでしょ。20年かかるでしょ本当に。20年でもまだまだのやつもいっぱいおるじゃん、建設業って奥深いじゃないですか。そうなるとね、俺はね、これ本当に建設業ってめちゃくちゃ未来明るいなと思います。以上です。長くなりました。チャンネル登録といいね、お願いしますね。あと一つです。インスタでね、毎週今日曜日、まあ何回続くかわからんけど、今、もうちょっと真剣な話、もっと濃い話を、まあ YouTube だとね、結構まあ、アンチ、まあこれを言ったことに対しても、まあ言う人もいっぱいおるんで、まあインスタって本当ね、顔も見えとるような人たちがね、登録してくれて、その人たちの中でやってるから、やっぱね、学びたい意識がすごい高い人たちがおるから、まあそこで今、毎週日曜日、ちょっと夜にね、夜遅く、まあ8時か9時か、まあそこはちょっと時間決めてないんで、できるだけ8時以降で、うん、ちょっとセミナー的なことやって、まあまず、ちょっとまだそこまで人数いないんで、日曜日、まあ最初 YouTube やりながら30分後からこっちやるとか、そういうことはまあやっていこうかなと思ってるんですけど、ぜひちょっと、またそちらの方も見てください。